い、始まりましたハローミキティチャンネルです、ということですね、後ろにじゃん、日産新型セレナの時間がやってまいりました。前回も紹介しましたけども、まだまだねセレナの魅力がたくさんあるということで紹介していきたいんですけど、まあ、前回のそのドライブの動画のねコメントでモーニング OG だったり、まあ、ハロプロだったりとかね、こう後輩たちと喋ってるところを見たいみたいなコメントもたくさんいただいたので、今回はこのゲストの方をお呼びしております。どうぞよろしくお願いします。お願いします。いいですね、とっさに手を叩いて出てくる。はい、工藤ちゃんと飯久保ちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとどうですかセレナ、めっちゃかっこいい。初めましてでしょ。初めまして、はい、この絶妙なカラー、はい、見たことな い, い, い、ね、珍しい青ですよね。青なんだけどちょっと緑っぽいというか、うんうんうん、本当にね魅力がいっぱいあるので、ちょっとそれをねお二人にも伝えたいんです。なんで今日ちょっとドライブお付き合いください。よろしくお願いします。お願いします。ハローミキティチャンネル。この新型セレナなんですけど、はい、いいところがいっぱいあって、はい、ちょっとまず1個目自慢していいですか。はい、鍵持ってるんですけど、はい、ちょっとここね足でスッてやんの。ほら、ほらすごい、これテンション上がんない。大荷物とか、そうお子さんとか、そう手がいらないんですよ。いらないのよ、鍵さえ持ってれば開くの。すごい、ほら楽しそう。ちょっと乗ってみて、二人とも。いいですか。ぜひぜひ。失礼します。乗っちゃって乗っちゃって。なんか床かっこいい。そう、これマットなんだけどちょっとフローリング風だよね。お邪魔します。おしゃれ。どうですか。いいですね、広い、天井が高い。広いよね、そう、天井が高いからその圧迫感も全然ないよね。シートもだからそのね酔わないように作られてたりとかするんだって。じゃあ工藤ちゃん一回こっち来てよ、はい、これね、はい、ここをグッて上げてこう押すと向こうに移動するの。え、すごくない。横スライド、自分の使いやすいようにレイアウトが、そう、いろいろと動かせるの。 あとねこれこうでしょ、はい、ちょっと乗っちゃうね。これがじゃじゃじゃん、ほら見て見て見て、ほらここまで来て座席になるの。そう、ほら見て、すごい、ほら三人掛けだ。乗って、はい、ほら、広々、もう三人でもちょっと振り返って広いから後ろも、うわすごい、ちゃんとこれもついてるんですね。これもついてる、頭のね、はい、枕的なやつ、ドレスともちゃんと、ドレスとか枕的なやつ。藤本さんがスッて移動させられるぐらい軽いってことですよね。軽い軽い、重くない全然。ってことは8人乗れるんですか。乗れるってことだよね。じゃあもう、そうだね、どんだけ家族が増えても大丈夫ですね。そうだね。あとはトランクも大事ですよね。はい、いきますよ、はい、よいしょ、大丈夫かな、ほら、広いでしょ。でもこのセレナの素晴らしいのはそこだけじゃないんです。いいですか、はい、閉めます、はい、一度閉めて、ここがなんと開くんですよ。これはすごい、ほら私あの車のトランクとか傘とかボンとか入れちゃうんですよ、うん、あ、わかる、なんかちょっとなんか散らばるじゃないですか。わかる、うん、ぐっちゃぐちゃになってるからねトランクって。実はそこも見えずにね、冬場とかアウターをね、うん、後ろにみんな、うん、確かにね、詰め込んでね、え、かっこいい、そう、めちゃめちゃ便利なの。じゃあね、せっかくなんで、はい、セレナ乗ってドライブ行きましょう。おー、やった、行こう、レッツゴー。じゃあ行きますか、そろそろ、はい、ちょっとレッツゴー、うん、イエーイ、楽しい。藤本さん運転の車に乗れてるんですか今。すごいことだよ。うわすごいことじゃない、すごいこと、すごいことですよ。なんかデザインすべてがなんか洗練されてる感じ、なんか使いやすいしさ、すごいよね。フロントガラスが広いですね。広いのよ、うん、すごい、藤本さんが運転してる車の助手席に乗ってます。いいな、なんでよ、私も助手席うまいんだけどな。何助手席うまいって。免許持ってないから、うんうん、助手席 の, そのガヤだけは頑張りますっていう精神で。でも、うん、でも大事だよね。そうだから ナビゲーションもできるし、はい、やっぱ乗せてもらうから働かないと、うん、助手席乗り慣れてるよね。あ、スカイプ
あの私その最近一人暮らし始めたんですけど、うん、引っ越し駆動に手伝ってもらって手だよね。何組み立てとか好きなの、まあ、あと自分が私は一人暮らしして長いっていうのもあって、うん、ある程度な慣れというか、でも面倒くさいじゃん、うんうんうん、小さいですね。しかもさ業者頼まないってすごいよね。はい、荷物少なかった。あの初めての一人暮らしだから全部その荷物少ないって言ってもね、あなた運んでないからわからないでしょうけど、そうごめんなさい、猫の、ね、病院行ってたんだもんね、まあ、猫の病院行っちゃってて、はい、全部のことを工藤と妹二人でやってくれて、うんうん、工藤の引っ越しみたいになってる。そうですよ、自分しかと思いましたよ、本当に来たよ、すごいすごい。アイスのソイラテをグランデで、はい、見てクリーミースイートミルクコーヒーブーケーティーラテ、トールでトールサイズのアイス、ホットで、ホットで、ほら踏んでなくても進まないの。ほんとだ、踏み込めばいいんですか。そう、でなんかおしゃれなスタバだなんかもう中2階みたいな。いたしました、こっちミルクコーヒーです。はい、ありがとうございます。お出口歩行者の方お気をつけて。あの前回このセレナの動画見たんですよ、うん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 、なんかその運転席の快適さみたいのもすごいなって思ってます。だからさ、この前のこのガラスがまず大きくって、うんはい、視界が広くってすごい運転しやすい、うん、上も見えるし、これめっちゃかっこいいですよね。確かにね、シュッとしてるよね、うん、はい、いや実際を聞くの、やっぱり藤本さんの動じない姿勢は見習わないとなと。え、何こっちから来てようが、はい、すいませんっつって、もう私入ります、私が入りますっていう運転する時はやっぱある程度強く心を持たないと、うん、やっぱ入れてもらえないじゃないですか。入れてもらえない、動じないやっぱ姿勢はかっこいいですあと スマートに運転されるんです。そこのなんか意志の強さを運転してみるってなかなかないよねいやだから私がモーニングで言えば6期で、うん、10期ってことか。10期です、はい、2人10期です。だから関わりはないよね。だから現役時代もかぶってないし、ほんと去年のライブで一緒に初めて歌うみたいな、はい、そうです去年のライブお二人参加して、うん、リハちょっと涙を流してた。あ、ほんとだ徳井さんが、ね、そうそうそう、私やりたいって言ってそうそう、見ました見ました、なんでそっちやりたいのみたいな。いや、シンプルにだって、うん、ゴマキとミキティじゃんだって感無量だったよね。そうそうそう、言えんだけどファンの気持ちと一緒です。なんとも言えない、その感情言葉にできないけど涙がなんか出てきちゃう、うん、最初は怖かったんですよ、うん、ね、そうでしょう、藤本さんのことを、うん、全然怖いことやってきてないのにさ、いや、その噂がとかっていうことよりかは、うん、道下さんと田中さんと並んで3人でおしゃべりされてて、うん、その後ろに私たち並んで立って、うん、そのイベントをそのステージ上で、うん、でこれなんか雑談なんですけど、うん、すごい物事をはっきり言う方なんだなっていう確かにで、ね、あ、すごいってこんなにはっきり言うんだでもこう卒業してからジャストプロに業務委託をお願いするようになってからなんかこう接点も増えて、あんなにその楽屋みたいなところ場面で恋バナができると思ってなかったですか、うんうん、藤本さんと、はい、藤本さんと恋バナをするって、うん、私は聞きたいからね藤本さんからどうなのっていうのがあるの、どうなのってずっと一番くだらないことといえば、うん、交換ノートで喧嘩をしたことです。うん、交換ノートをやってたの、4人で交換ニッキー5万ちゃうのに、うん、交換ノートとかやってたよねで始まった気がする。そんなノリだった気がします。言いたいことを書こうっていうよりかはなんか仲良くなるために、うん、もっと距離縮めるために始めようってなったけど、結果なんかそこに言いたいことを書きすぎちゃって、うん、言っていいことと悪いことがあるよね的なあれです。どんなこと書いてあるのね。どんな今まで見た中で何が一番ひどかったの？これはダメでしょみたいなないの？
なんかこれ使えないですけど、うん、使えない話でしょうけどね。使えないけど、なんか。ありましたよ、そんなことが。面白い。笑い話になってよかったです。ねえ、そうだよね。19の時に3ヶ月じゃないや3週間で撮りました、うん、週間で私も結構最短で撮ったよ。最短で撮りました。そんなパッと撮れるんですか？毎日通う？そう、毎日通って。でも舞台が決まったからそこまでに撮らなきゃっつって撮った、うん、私もその夏終わりぐらいに1ヶ月ちょっと作品入らないっていうことが分かったので、もうその隙にと思って、うんうんうん、3日で撮れるんだ、最短で。そう、撮りましたね。だからすごいね、毎日行ってね、毎日行って乗る時間と学科とね。そうです、そうです。自分でスケジュール組んで、うん、もうほぼ1日お弁当を持って練習場に行ってました。えらい。それはそうだね、最短だね。はい、なんかもうちょっと缶詰状態で勉強してて。最後の学科さ、受かれたドキドキじゃなかった？めっちゃ緊張しました。私あれ人生で一番勉強したもん。本当に本当に緊張します。まるみたいな。ドキドキしながら、標識覚えてとか。そうそうそう。その時なんかドゥの待ち受け画面標識だったもんね。標識だった。覚えるために、覚えるために。私はもう工藤が撮ったって聞いて、うん、あ、よしよし、私はもう持たなくてもいいって思いました。乗せてもらえるみたいなね。そうなんですよ。ありがとうっていう気持ち。そうか、うん、でもなんかずっとそのモチベーション上がらなかったんですよ。自分が免許を取ったところで別に車運転してどっか行きたいとかもないよなって思ってた。確かにね、それがなかったらあんまり、うんうん、けど最近、うん、車ある方が便利だよなって。便利だよ。それこそ私もいい、はるなも動物飼ってるペットがいるから、ちょっと動物病院行きたい時とかに。確かにね、やっぱりあると便利だなって思っちゃいますね。レンタカーやっぱペット乗せれないんで。そうなんだ。結構ダメって。そうなんだ。そっか、おしっこしちゃったりとかもあるので。それこそ子供とかさ、はい、私は本当結婚して子供生まれたらきっと車必要なんだろうなと思って。でも子供生まれてから撮るんだったら大変だから。そうですね、生まれる前に撮っとこうと思って撮った。いやーすごい賢明な判断。そう、送り迎えとか、うん、そうですよね。ずっと車乗ってんなっていう人があるもんね。藤本さん家で、うん、例えばじゃあご家族で出かけるときは、うんうん、やっぱり旦那様が運転される？基本遠出ってなると旦那さんが多いけど、はい、でも私も全然運転するかも。あ、そうなんですね。うん、あと交代したりも全然する。遠出とかになると。そうそうそう。とかあと寝不足具合によっても。ああなるほどなるほど。ちょっとだけ寝させてみたいなんで、じゃあ運転変わろうみたいなんとかも。それができるっていうのが、 それができるってやっぱ大きい。だから運転できてよかったなってすごい思う。そうですか、うん、意外とないんですよ、2人でドライブって。ないんですよ。私意外と。どこ行くの、くどちゃんは？いや私は、うん、アウトレットに、うん、石田と右端だ、はい、行きました。どこの？御殿場？御殿場です。ねえすごいね、気ごとで仲いいんだね。私そんなメンバーとどっか出かけたこととかないかも。でも現役の時より今の方が仲いいかもしれない。うん、はい、でもそれはあるかもね。石田ちゃんだってまだ現役でしょ？石田は現役です。そうだよね、だけか。そうですね、なんかその離れたからこそ今のが仲いいかなっていうので。確かにね、理解はし合ってるしね、はい、あー、ほんとだ、東京タワ ー、 東京タワー。なんかやっぱり東京って感じするよね、東京タワーですよね。やっぱ一番綺麗って思っちゃうの。いや、わかる。ちょっとね、この、はい、セレナなんだけど、はい、その声でいろいろ指示ができるんですよ、うん、音声機能。そう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 。でなんかハロー日産って言って、そのなんか窓開けてみたいなの言うと開けてくれたりとかするから。ハロー日産、コマンドを音声入力するか選択してください。全部の窓開けて。全部の窓を開ける。うわー、かっこいい。テンション上がる。そう、だか
からこの声で、はい、まあ、エアコンつけたり窓を開けたり、うん、そうルートをねこう検索してもらったりできるんですよ。すごい便利。ちょっとより運転に集中できるからいいよね。そうなんですよ。あ、もうレインボーブリッジが見えるよ。わ、デートみたいじゃん。やったー。やだ、テンション上がる。ちょっとこの夕方なのもいい感じですね。ね、いいですね。綺麗。ピンクがかった空。一人で渡ってる時なんとも思わないんだけどな。そういうもんですよね。人乗せてるとやっぱりちょっとテンション上がるね。うわー、今。うわー、いいね。めちゃくちゃ。ごめんなさい、春菜を聞いてツーショットにさせていただきます。おいおいおい、入れて入れて。入っちゃうよー。いいねわー、綺麗だなー。すごいすごい、めっちゃすごい。いいねー、海が光ってるよ。ただのデートだ。ほんとにこのままご飯行きたいよね。さあ、ちょっと今度ご飯行こう。ぜひぜひ。ほんとに恋バナ聞かせて私に金魚させて、もうやった、お台場着きました。やったー、お台場です。すごいなー、お台場、嬉しい。いや嬉しい、すごい。どうですか、この車、その酔いづらいみたいなシートがね、考えられたりとかしてるんだけど、酔いやすかった、酔いづらかった。確かに、あの後部座席って揺れるじゃないですか、基本、うん、でも全く酔わないです。確かにね、気にならないよね。しかもこう、あの新しいじゃないですか、この車自体が、うんうんうん、その新車の匂いとかも感じないから、本当に全然車酔いってことを忘れてました。嬉しいよね。だからさ、いいですよね。はい、ということで、はい、お台場着きましたよ。どうでした、ドライブ。楽しかったです。なんかいろんな話したよね。使えない話もほとんどだったよね。でもなんだろう、その空間の幅というか、やっぱその広さもあって喋りやすい距離感と、うんうん、そうだね、なんか前のその2人の話もしっかり後ろにも聞こえてくるし、だから音も静かだよね、そのなんか運転中の、うんうん、それも良かったかもしれない。だからなんかちゃんとみんなでドライブを楽しめる感じがすごい楽しかったです、うんうん、あ、すごい。ちょっとね、良さが伝わったんじゃないかなと2人にも思っております。欲しくなっちゃいましたもん、免許。まずまずね、免許ね、うん、そこからそうそうそう、最短で30日で取ったんだよね。取りました、最短で取りましたよ。頑張ればいけます、うん、ますから、うん、これからもね、いろんな楽しみ方、セレナの楽しみ方とかいろいろ配信していきたいなと思います、うん、ということで、詳しい情報は概要欄の方に貼ってありますのでご覧ください。ということで、工藤ちゃんとイークボちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。以上、ハローミキティチャンネルでした。